ははいどうも皆さんこんこにちはえっ、ー、とね僕、えー、その寝る前のそのナイトルーティーンじゃないですけどそのえー、毎日さその寝る前何してるみたいなのってちょっと面白いじゃないですかその人の個性が出るというかでねまあ僕がちょっと最近のルーティーンみたいなちょっとあって で、それが、そのね、YouTube をね、見るのよ。<laughs> で、えっ、ー、と、寝ながら。<laughs> えっと、まず、えっ、ー、と、もっと前から説明しますと、えっ、ー、と、僕の、その、うちではですね、割と早くですね、夕食を食べるんでございます。はい。で、まあ、僕が、その、出勤とかないですし、えー、でね、えっ、ー、とね、子供たちはね、あの、7時台には寝るんですよ。 で、6時半まで、だから毎日11時間ぐらいうちの子たち寝るんで、で、まあ、それを逆算していくと、5時台にはご飯は食べてると。そんな感じなんですよ。でね、で、その後、子供が寝るまでの、その1時間、30分から1時間ぐらいは、まあ、僕はその、えっ、ー、と、子供と遊ぶ時間にしてて、えー、まあ、それはその、喜びでもあるし、 まあ、一日の最後の仕事じゃないですけど、ちょっと、まあまあね、まあね、あの、それでもまあ、妻がちょっとでも楽になる。まあ、妻も遊んでるから、あれなんだけど、その妻が長女と遊んで、僕が次女と遊ぶことで、その、ちょっと分散するっていうかね、エネルギーを。なんかそんな感じで今やってて。で、それが終わると、6時、6時台の後半から7時ぐらい。 から僕はもう毎日だいたい3時間から3時間半ぐらいですかね長い時は4時間ぐらい、えー、もう読書の時間なんですねでえっともうこれが僕まあ年間300冊本読むっていつも言っててどうやって読むんですかってもうほぼそれが全てでであとまあ土曜日も読書の日になってたりとかするからまあそれも合わせるとまあ割と長時間本を読んでることにはなるんで ええー、それがもう僕のその読書時間で。まあ、それはその、えっ、ー、と、趣味であり、もう、なんだろうな、半分趣味とも言わないな、これは。えっ、ー、と、もう7割仕事かな。あのー、もう、そうですね。はい。えっと、もう、インプットが僕の、 そのアウトプットを支えてますからそしてまあ僕はもう割ともうあのいろんな定義ができて僕の中でもいろいろこうこの十何年変節してきましたけど、まあ、あまあやっぱり僕はこう言葉のアウトプットっていうのがそのね話すということであれ書くということであれ、えー、それがまあ僕のえー、まあライフワークの。 ものすごく大きな部分なんだなというふうに今は納得しててえ逆に言えばね僕ねそれ以外の部分がねひどく能力がないっていうか <laughs> あの <laughs> そう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  <laughs> でその対人なんていうのそのえー、っと多分僕リーダーとかじゃないし、えー、才能ないですし いやなんか人もの金を動かすみたいのがもうとにかく僕は苦手であの興味が持続しないんであのもっとなぜ人間は生きてるのかみたいなことはもうずっと永遠に考えてられるんですけど金をどうなんか財務処方とか見てたら2分でどうでもよくなってきて、えー、無理やり2時間やってると吐き気を催してくるっていうのがあって。 で、一方で数字が嫌いかっていうと、そのフェルマーの定理みたいなことで言うと、いくらでも考えれるっていう。なんかもうちょっと得意な脳なので、結構あの五角形で言うと、もうなんか剣みたいになってるんですよね。僕の五角形。<laughs> で、その剣の一番突端の部分がやっぱり、えっ、ー、とね、論理的思考力だったりとか、抽象思考が得意とか、まあそういうところにあるんで、まあ僕の適性はそこだな、ということで。 っていうので言うと、その僕は、その僕のアウトプットってなんかね、あれなんですよね。畑からあの毎日農作物取ってくる感じなんですよね。で、僕もアウトプット無限にできるんですよ。で、えっと、 もう、あの、終わらないです。僕のアウトプットは枯渇することはないなっていう感じたのがもう数年前で。で、であの、無限にできます。はい。いくらでも在庫化がありますんで。で、あの、出す以上に在庫は増えていきますんで。で、その仕組みどうなってるかっていうと、なんかね、畑みたいな感じなんですよね。えっと、今、毎日3時間から4時間本を読んでるその読書が、二2、3年後に、 製品となって出てくるんですよ。だから今僕がアウトしてるアウトプットって大体2、3年前の読書が結晶化したものなんですよ。なんかそういうサイクルになってて。だからその毎日僕が3時間読書しなくなると2、3年後にちょっと困るかな。でもそれも多分困んないんだけど割ともう在庫の桁がちょっと違う領域に入ったなって感じがあるからなんだけどやっぱり あのー、あとまあそのこういう仕事してなくても多分僕はもう本読んじゃうのよもうねそれ無理なの止めるのがあのー、これ活字中毒っていうのとも違うんだけどなんかねもう考えることが多分僕も小学 というかその子どもの頃からもう考えることを止めれない人間だったなって今振り返るとすごく思っててじゃあその考えることをえっとなんかねもうえっとずっと,ずっと火が燃えてるような状況ででそれに薪をくべてる感じなんですよねその本を読むっていうのはでそれをしないとそのなんかね自分の中の考えが焦げつくんですよねなんかあのね 結局なんかね、すごい地頭がいいけど、なんかどっかでスタックしてる若者ってよく見かけるんだけど、その人圧倒的にやっぱりね、インプットが足りてないんですよね。はい。えっと、それはね、あの、薪くべてないから、 ななんんかその釜自体が熱くっっちゃてで、えっと、その人たちそういうこじらせた若者ってこんなこと考えてるの自分だけって思ってるかもしんないけどあの歴史上必ずあなたが考えつくようなことは2万人ぐらいの人が考えててその2万人の中にはものすごいもはやあなたを越した人が100人ぐらいいてでその100人ぐらいの人は大体本書いててそれ読むとやっと自分の釜が冷却して火が燃え始めるんですよ。 で、その火を燃やし続けるっていうのが思考の何たるかだから、ちょっと話し逸れました。<laughs> で、完全に話し逸れたけど、ぐいっと戻しますとですね。まあ、その3時間僕、あの、本読むんですよ。毎日。で、毎日読んだ後に寝ます。はい。僕はもう10時に、え横、ー、になってます。もう電気を消して。 まあそれは僕には自分に課してて、10時半から6時半まで8時間毎日寝るっていうのが僕のその脳みそを一番いい状態で動かすためにも必須条件なんで、これはまあ吉越孝一郎さんっていう人が気力,気力より体力っていう本の中で毎日8時間寝るっていうのは社会人の務めだと。で僕も本当にそう思う、思う、それ実践するようになって、えー、非常に自分の仕事の質も高まり,りましたから、でそれをするためには逆算すると10時には、えー、部屋を暗くしてベッドに寝てなきゃいけないんですよ。で、その、 ベッドに横になって部屋暗くしてからの30分っていうか本当に眠りにつくまでの30分でなんかね本当はねあの いろんなもう睡眠の本とか読んだら、もう結論は分かってて、その時に、あのスマホとかタブレットとか絶対見ちゃダメなのよ。で、それは、えっと、ブルーライトっていうのが、あの、そのメラニンみたいなのの、えっと、メ,メラミンえー、メラトニンメラトニンの、えー、あれを抑えるんですよね。で、その睡眠が、あの、妨げられるからダメなんだけど、僕は <laughs>、あの、ナイトモードにして、なんか、見るんですよね。で、それが、なんかね、結構ね、 必要ななんじゃないかっっててて今は思っててでちなみに僕の,の iPad mini の設定がしてあって、えっとね、9時半以降はブラウザ見れないようにしてるんですよ。でメールも落ち要はその9時半以降この,、えー、このアプリ以外は全部立ち上がりませんよっていう風にしてるんですよで。通知系のアプリは全部9時半以降オフにしてるんですね。 で、ブラウザ見ると、なんかもう変な、なんか気分悪いサイトとかに行き着いたりするのが嫌で、あとなんかこう変なネットショッピングとか始まっちゃうと変な興奮の仕方を脳がするから、あ、これダメだなと。で、その、クロームとかサファリは使えないようにしてる。で、YouTube 残してて、 ね、YouTube で最近毎日、その寝る前に、なんでみ、そのブルーライト悪いって分かってるのに見るかっていうと、多分ね、その、本ってね、なんかね、ある種、その、ちょっと知的興奮があるんですよ。うわ、これ、面白ってやっぱり、毎日思うんですよ。毎日違う本を読んでるんですけど。まあ大体僕、10冊ぐらいを同時に並行させて、走らせながら読んでるから。まあやっぱりこう、 毎日その3時間の中で、うわ、これは面白いなって思うのがある。で、そうするとね、なんかね、それが、もう、ま、まさにその薪が燃えとるんですよ。で、それを、なんかある程度、その、えー、っとね、その、多分寝てる間にそれがまさにその畑のメタファーじゃないけど、情報処理されてアウトプットの準備をしてるんだろうと思うんだけど、それが、その燃えたままなかなか寝れないんですよね。だから、それをね、なんか、 クールダウンするというか、そういうこ、行動が必要なんですよ。ねで、えっと、つまりなんか燃えてる薪をちょっと炭にするっていうのかな。うん。で、その遠赤外線にするっていうのかな。<laughs> で、それが多分僕の中で YouTube なんですよ。今、今んとこの最適解が。なんかあるときはなんか、えっと、ね、えっと、アマプラでちょっと、 茶道とか、そういうちょっとチルなドラマを見たりとかしてたんだけど、えー、そういうサイクルもあったりとか、いろいろあるんだけど、今はなんか YouTube なんですよね。で、最近それで寝る前に必ず見るようになった動画っていうのが、ちょっと、あのー、ルーティーンになったよっていう話。で、それが何かというと、あの、ネックさんっていう人がやってる YouTube で、 え多分ね、この動画見てる方、ポッドキャスト聞いてる方、えー、まあ、まず知らないでしょ。<laughs> で、で、まあ、YouTube のコンテンツなんて大体そんなもんなんで。なんだけど、あのー、ね、これがね、本当に、ちょっと最近面白すぎて、何かっていうと、ネ <laughs> ックさんっていう人は、その、ミスターオリンピアっていう、<laughs> あの、あの、アメリカのね、その、ボディービルのタイプ、 大会がございましてて ibbf っうねで、<laughs> あの、まあ、あミスター・オリンピアを世界的なものにしたのは、かの有名なアーノルド・シュワルツネッガーなんですよ。で、えっと、2第2回大会以降7連覇とかした、なんかそん、もうとにかく伝説の記録を残したのが若きアーノルドで、で、えっと、い、ね、その今、 まあ2020年の20年代のヒーローも生まれてるんだけどやっぱその中には90年代とか0年代とかのすごいすごい選手たちがいたりとかしてなんかまさにちょっと NBA の,のなんかこうチャールズ・バークレイのプレー集とか見てるような。 なんかすごい面白いんですよ。でね、まあ、この YouTube ポッドキャストを聞いてる方、もう絶対し、まあ、100人に、99人は知らないと思うんですけど、あのー、ね、ドリアン・イエーツとか、ロニー・コールマンっていう、ま、あだから、その、NBA で言ったら、マイケル・ジョーダン、ね、アレン・アイバーソンみたいな、もう知らない人いない。ね、えっ、ー、と、サッカーで言ったら、もう、なんだ、えっ、ー、と、マラドーナとか、 あ、うん、えー、っと、なんだ、ロナウドとか、ロナウジーニョとか。まあなんかそんな感じですよ。だから世界的スター。ボディービルの。ね、そのね、体をね、僕は、もうドリアン・エイツ、ロニー・コールマン、ちょっとね、検索してみてほしいんですけど、もうね、人間やめてるんですよ。もう本当に。もう体が。で、まあまあ、よく知られた話じゃないです彼らはもう IBBF の選手っていうのは、もうね、あのー、 アナボリックス,トステロイドはもう全員使ってるんですよね。だからまあそれに対する賛否はもちろんありますわ。で命縮めながら彼らやってますから。でだからじゃあなんでロニー・コールマンとその日本のチャンピオンのその鈴木正史さんとかねえっ、ー、と相澤さんとかまあき君とかもすごいレベルだけどあのああいう人たちともうもう二回りぐらい違うのでかさがね。 だから仕上がりの体重で言うと170センチ台とかで、あのー、日本のやっぱトップビルダーって80キロ台なんですけど、70、70後半っていうのも全然それでも戦えるぐらいなんですよ。その、なぜならそれはアナボルックステロイドを使ってないから、もちろんその DNA っていうかね、遺伝子もありますよ。やっぱドボディービルダーって、その、やっぱ今強いのはやっぱその、欧米、アングロサクソン系か、あの黒人なんですね、圧倒的に、ね、すごい、やっぱもう、 全然違うんですよ。もう遺伝子違うなっていうのはもうロニー・コールマン見たらわかるんですよ。で、でね、あのー、話もそう、その仕上がり体重、そのもう体脂肪1桁にした時の体重が80キロ台とかなんですよ。今のそのトップビルダーね、日本のね。だけど彼らってドリアン・エイツ、ロニー・コールマンって、えっとね、もう体脂肪率1桁の時の体重が120、30あるんですよね。ちょっともう次元の違う世界で戦ってて、もうね、あれですよ、だからあの、漫画の、あのー、 バキってあるじゃないですか。なんかあれに出てくる人の体みたいな感じなんですよ。で、それ見てもう,う、ううわってなるんですよ。もう本当に。で、なんか興奮してんじゃねえかよと、ツッコミが入るかもしれないですけど、なんかその、その興奮によって、そのなんか知的興奮が、 なんかある種どうでもよくなるっていうか <laughs>、どうでもよくなっちゃダメじゃねえかよっていうね。あれなんだけど、なんかね、そのなんかバランスがすごくよくて、なんだこれ。だからなんかすごい、その、ご、こってりした焼肉を食った後に、アイスを食べたらなんか、チャラになるじゃないですか。なんかそんな感じで脳の中がいい感じのブレンドになるんですよね。その、 哲学書を読んだ知的興奮からのロニー・コールマンの筋肉みたいのが <laughs>、すごいいい、いいギャップで、サウナからの水風呂みたいな感じで、めちゃくちゃいいんですよ。で、すげえよく寝れるんですよね <laughs> でで。でね、でね、こっからがあれで、まあだから、その、すごいんですよ、そのドリアン・イエーツ。 で、まあ、ドリアン・イエーツで言うと、そのド、ドリアン・ローイングっていうのがあって、もう彼の名前がついた筋トレの種目があるぐらい、とかね、ロニー・コールはもう本当に、ちょっと検索してみてほしいんですよ。で、えっ、ー、とねアールノル、アーノルド・シュワルツネガーも、我々そのおじいちゃんのシュワルツネガーよく知ってるから、あの体思い浮かべるかもしれないけど、本当にまさにそのボディービル現役バリバリだった時の、ね、えっ、ー、と、アーノルド・シュワルツネガーあ、すいません、間違えました。アーノルド・シュワル、 セネグルの、えー、体を見るとね、もう本当に、もう、もう、だからその、ちょっとね、次元が違うんですよ。で、しかもあれって70年代とかなんですよ。で、もうあの時点で、ちょっとす、やばいですよ、そのアーノルドの体は。で、それを見て寝るじゃないですか。ね。で、朝起きるじゃないですか。で、こっから続きが であの僕今その朝起きて朝ごはん食べますで、えっとまあそのまあ、歯磨き顔を洗って朝ごはん食べてみたいなごはん見捨てに行ってみたいな,なんかいろんななん,かなんだかんだやってたら6時半に起きて大体7時40分50分まあ8時とかまあそんぐらいまでそのいろんなこう朝の雑務っていうのが結構ね案外多いもので。<laughs> であ、デボーションもしてますね。デボーション。ね、聖書を読んで祈るっていうのもして、それ全部して、だいたい8時くらい。で、僕の、修行時間というか、あの、仕事を始める時間っていうのは、出勤はないんだけど、だいたい9時で統一してるんですね。で、えー、それまでの、その8時から9時までの時間、今は僕は、えっ、ー、と、トレーニングの時間にしてるんですよ。で、それがすごく良くて、その、うん、体を、要はね、冷ますんですよ。トレーニングって、 その、ちょっと最初15分の、えー、自転車行為で、そっからガツンと重いものを持つことで、なんかね、体のテンションがすごく上がると、脳みそもバチン起きるっていうか、なんか立ち上がる感じがあって、すごいいい、これはいいぞと。で、このホームジムにしてからそれをやり始める。で、その時ですよ。その時に、この、よ、んその前の晩に見た、このドリアン・イエーツ、ロニー・コールマン、アーノルド・シュワルツネンガー、あ、間違えました。 アルノルド・シュワル・セネガルの体を見るとね、もう、その朝、自分の、その、まあ僕、その、パンイチで筋トレしてるって、まあまあ言いましたけど、そのパンイチで筋トレするじゃないですか。で、まあその、僕はその、等身大の鏡も、やっぱフォームチェックのために、え、導入してて、で、それで、自分の体見ながら筋トレするんだけど、その本当にこの、 なんていうのかなだかだらあの高速道路で120キロで運転しててでえっと降りて料金所過ぎた時にその田舎道で制限速度40キロでまあまあ4 5 0キロで走ってるともうこれ歩いてんじゃねえかって思うぐらい遅く感じる時あるじゃないですか。 で、あの状況になるんですよ。<laughs> つまり、なんか前の晩に、もうあの体見てると、もう鏡の前の男、中年の45歳の男がね、もうね、本当に、あのー、芸人の空手家の矢部くんみたいに見えるんですよ。もうガリガリやないかいって思うんですよ、本当に。 アンガールズの田中さんみたいに見えてくれるんですよ。本当に、マジで。これ、やってみてほしい。やらねえか、誰も。<laughs> <laughs> だけど <laughs>、本当に、これ、ちょっとトリックアートみたいになって、何このガ,ガリガリ。で、僕、実際、この4年で、の、えっ、ー、と、筋トレして、割とその、まあ、 その、ボトムラインとして、僕の人生の中で一番筋肉が多い状態っていうのを、この2、3年はやっぱ、体験してて、その、脅威とか、その、にしても、今101とか2とかあって、割ともう胸、胸板熱いですね。なんか,いか言われるぐらいになってる。なんだけど、その、前の番に、ドリアン・エイツ、ロニー・コールマン、アーノルド・シュワルツネガー、あ、間違えました。シュワルツネガー、 の、えー、体を見てるともうその朝それがもう残像として残ってるからなんガリガリやないかいって思うんだよね。ねえっていう話です。はいということで、えー、今日はですね、えー ダビデとロード・オブ・ザ・リングというですね、えー、話をし、話、聖書研究をして、えー、話していきたいと思います。えー、っとですね、えー、第一歴代史12章22節でございます。えー、お読みしますとですね、日に日に人々がダビデを助けるための、えー、ため、えー、日に日に人々がダビデを助けるため彼のもとに来て、ついに神の陣営のような大陣営となった。 っていう、まあこういうくだりです。で、これまあ皆さんご存知の通り、その、<coughs> ダビデが、えっ、ー、と、サウルから命を付け狙われるようになりますよね。そのヨナタンとのあの感動的な別れの後ね。で、その後に、その、なんだっけ、えっ、ー、と、なんとかの洞窟っていうところで、ちょっと身を隠したりとか、まあいろいろやってる間に、 その彼のもとに、その、いや、私もダビデさんについていきます。サウルに殺されても構わないから、お前サウルのところに帰った方が身の安全のためだぞって言うんだけど、みんな、いやいや、もうこっちで行かせてください、みたいな。で、そういう勇士たちがどん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 集まっていって、大軍勢になったっていうくだりがあるんですよ。で、まあ、その、この人、この人、この人みたいな。ね。で、あのー、 <laughs> あの一人一人、もうすごい勇者たちなんですね。で、ツゲラグという場所では、ユダ、マナセ、ベニア民族から将軍たちが軍隊と共に集まって、ダビデのところに結集したんですね。で、23節には、えー、主の言葉の通り、サウルの支配をダビデに回そうと、ヘブロンにいる、えー、ダビデの元に来た。はい。えー、とあると。 でこれねなんかそのすごく僕はこの「種の言葉の通り」っていうのが,もうな、えー、がすごく僕は印象に残ったんですね。でなんかねその前回僕そのこれなんか劉備玄徳その三国志のねあの横山満るのねなんかそれに似てるななんつって話をしたじゃないですか。でその話をしたんだけどえー、っとなんか僕はここを読んでまた違う角度があるなと思って。 だろうね、でそれは人々はダビデの人間的な魅力まあ劉備玄徳でいうと人間的な魅力じゃないですか。でなんだけどそれだけじゃなくて人々はそのダビデが帯びた使命および彼の背後におられる神のご計画に導かれるようにして、えー、ダビデのもとに集結したんだなっていうのが、まあ、この十二章を見るとなんかじわじわあ来たんですよね。 えー、で、なんか、その11章を読んだときは、なんか、その三国志の劉備の話みたいだなと思ったんだけど、あの、なんか12章を読むと、なんか、指輪物語その、ロード・オブ・ザ・リングね。これ、まあ、映画、見た人はわかると思うんだけど、なんか、この話にちょっと似てるなと思ったのよ。で、まあ、あの、見てない人、読んでない人のために説明すると、あのね、まあ、あの、主人公は、フロドという、その、ホビット。ホビットって小人なんですね。えー、で、 ホビット族であるフロドが、えー、主人公ですで彼が、まあ、旅をするんだけどそれは何かっていうとどういう旅かっていうと指輪を捨てに行くという旅なんです。でこの指輪っていうのは、まあ、JJR トールキンねトールキン作者があ自分でも言ってるんだけどこの指輪って罪 の象徴なんですよ。この指輪をすると、自分が神になれると思っちゃうんですよ。で、なんか、そのダークサイドに落ちちゃうんですね。簡単に言うとね、この指輪をね、えー、してしまうと。そして、世界を滅びて、滅ぼしてしまうんです。その男はというか、その指輪を手にした人が。だから、この指輪がある以上、この世界は安全ではないという。えー、だからなんか、この今の世界で言うと、なんか、核兵器を捨てに行くみたいな話なんですけど、で、 じゃあなんでこのホビット族のフロドかっていうのは、このフロドが邪悪なものに指輪が渡って世界が滅びないように世界を救う旅に出るっていうのが、まあ、ロードオブザリングね。で、なんでフロドかっていうと、ホビット族っていう小人だから、フロドには何が、その、フロドの特徴って何かっていうと、あの、野心とか欲望が元々少ない種族なんですよ。そのホビットって。 だから唯一、指輪を自分のものとしながらも、自分、指輪が自分の手にありながらも、一定期間だけなら、闇に飲み込まれずにいることができるんですね。で、他の種族の人なら、もう、ひとたまりもなく闇に飲まれて世界を滅び、滅ぼしちゃうっていう指輪なんだけど、フロド、その、ホビット族だけは、その、 もう指輪持ってる間はもう顔面も青くなってもうもう今にもダークサイドに落ちそうになるんだけどでも耐えられるんですよ一定期間。ただからこいつが運ぶしかないんですよっていう話がロードオブザ・リングですね。だから指輪を運ぶという役目だけはあのこの物語においてフロド以外にすることができないんです。でフロド以上に 強い人いっぱいいます。能力ある人いっぱいいます。リーダーシップある人もいっぱいいます。だけど、指輪を運ぶという役目だけは、その、力の弱い、野心の少ない、フロド以外に、することができないんですよ。でね、しかし、フロドは力が強いわけでも、何か特別な戦闘力があるわけでも、軍隊を従えているわけでもないわけじゃないですか。で、敵は、この指輪をなんとか、あの、もう、捨てさせない。 自分の側に陣営取り込みたいっていう敵たちは帝国のような軍隊を従えてて、で、フロドの持つ指輪を付け狙ってるんですよ、ずっとね。で、そこで、そのまさにこう、アベンジャーズかのようにレゴラスとか、 アルゴフとかガンダルフなどの、えー、各国の王や王子や予言者や勇者や戦士たちが、えー、自国の軍隊とともにフロドを守るというそのミッションのために命を懸けて戦うという物語が、まあ、ロード・オブ・ザ・リングという、えー、物語です。まあ、あのーあのー、興味持った方はもう映画見てください、ぜひ。でね、えー、っと、この、だから、えーっと、物語ってすごくフロドっぽいんですよ。ダビデって、そのサウル王朝から、えー、追い出されて。 あの天外孤独孤独になってだけどそのダビデを戴冠させるダビデに王冠をかぶせるというその目的のためにえ人々が有志たちがね、えー、自分たちが神様に従うってことはダビデに従うことだよねダビデに、えー、ダビデ軍に加わることだよねって思った一人一人が集まった結果神の軍勢のような大軍勢になったよとここに書かれててじゃあその結果最終的にダビデは戴冠、ね、王になるんですけどそのシーンってちょうど指輪物語で言うならばフロドが 最後に指輪を溶岩の中に投げ捨てて全種族で祝杯をあげたシーンっていうのがあるんですけどそのシーンに重なるんですよなんかねでダビデってもちろんその人間的なカリスマや魅力があったんですよだけどそれだけでここまで有能な人々を集めたわけではないんですよ何千人もの軍隊をあたかも一人の人間であるかのように一つ心にして指揮したって書かれてるんだけど でもそれってカリスマによってそうしたわけじゃないんですよ。彼の背後には神様がいて、神の見心という超、えー、超越的な目的があります。で、それに各自が結ばれているからこそ、このようなダビデのドリームチームが生まれたんですね。でね、まあ僕、その2017年のデボーションなんですけど、これね、えっと、 今ね今っていうかその2017年の時点で僕読んでた本がスティーブ・ジョブズの伝記だったんだけどあのー、アップルってそのジョブズってが何て言うのかな実務家として優れてたからアップルができたんじゃなくてあのプログラミングで言うともうスティーブ・ウォーズニアックっていう IQ200 の天才がいてえ彼がそのアップル3えー、っとね キントッシュ3かなもう、もう今のアップルの全ての元になったプログラムを書いたのは彼だしあとジョナサン・アイブっていうもう天才的なデザイナーがいてそれが、えー、まあその実際にそのアップルのああいうデザインを具現化していったんですよ。 だからスーパーチームなんですよ、アップルって。だけど、えっ、ー、と、この有名、有能な社員たちが団結して信じられないような仕事をしたっていうのがアップルの物語なんだけど、これってね、実はジョブズの魅力のゆえではないんですよ。むしろね、ジョブズってもう冷徹な暴君に近くて、彼らが団結したのはジョブズの魅力ゆえじゃないです。絶対違います。ジョブズって、 まあ言ってみたらクソ野郎ですから、マジで。クズですよ、あの人。本当に。あの、本当にそうなんですよ。あの、娘を認知しなかったりとか、ウォーズニアックから、その、本当は約束していたお金を渡さなかった。もうとんでもないクズなんですけど。だけど、だけど、なんでそれでも人々はついてきたかというと、ジョブズが描いた夢を、 同じ夢を社員たちも見たからなんですよ。で、その夢って何かっていうと、まあ、ジョブズの有名な言葉を借りるなら、宇宙にへこみを与えることなんですよね。でね、まあ、有名な話として、ペプシコーラの CEO をジョブズが引き抜いたんですよね。 自分、え、アップルの CFO にするために。で、その時のエピソードは、あの、君は世界中に砂糖水を売るのが楽しいのか、それとも宇宙にへこみをする仕事をしたいのかっていうのが殺し文句になった有名な話があるんですよ。で、まさにそれによって、えー、ジョブズはその人々をこう、一つの仕事に動員していったんですね。で、まあ、宇宙を凹ませるようなすごい仕事をするという、自分たちを超えた超越的なミッションに燃やされて、アップルの社員たちは頑張ったわけですね。で、人間は、 人間ってね自分を超える何かのために生きたいと心の底では思ってるんですよ。でその何かに出会わせるっていうのが卓越したリーダーの賜物なんですね。でまあ僕自身、まあ、さっきも言ったように卓越したリーダーの資質が自分にあるようには全く思えないです。僕、はい、僕はそういういなんかねねあのがでもえ 今までのチームをすごくいいチームにすることは経験上ものすごく上手です。だけど、えっとね、10人20人30人を超えた規模100人とかねそういう規模のリーダーシップは僕全然向いてなくてあのに30人超えるとね人間の世界って政治が発生するんですよどうしたって。で僕ね政治が発生するともう無理なんですよ。なんであの小さなチームのリーダーには僕はすごく向いてるんですけどあの大きなチームのリーダーシップが取れないから僕は経営者には向いてないなっていうのはもう。 でねあのー、でもまあそれでも僕なりに小さいながらも人々を導くことはこれからもまあ機会が人生の中であるなと思ったんですよね。でその時に僕にとって大切なのは何かっていうとカリスマで人を引きつけることではなくて自分たちを超えたメミッションっていうものをメンバーに見させること同じ自分たちを超えた自分のエゴとかを超えたミッションっていう、まあ、神の、ね、ミッションと呼んでもいいでしょう。 ね、ミッシオ・デイね、えー。クリス・ライト、宣教学者の言うところの、旧約学者の言うところの、えー、っと、ミッシオ・デイっていう、まあ、ミッション・オブ・コッドっていうのがあるんですよ。で、それを、まあ、その、メンバーに同じ夢を見させることができる。 っていうのが、まあ、僕がこれからも、えーね、これからの人生でも何度かはおそらく機会が巡ってくるであろうリーダーシップというものを発揮することがあるならば僕はそれができる人でありたいなというふうに思います。でフロドやダビデのように、えー、自分自身のカリスマではなくて背後におられる神とそのご計画をメンバーに理解させ見せるそういう生き方をするっていうのが僕はなんかこう リーダーダシップの、なんか王道っていうのもあれなんだけどなんかすごく僕は聖書的なリーダーシップってそういうことなんだろうなっていうか人を自分に向けさせるんじゃなくて神に向けさせるっていうかねなんかそういうことなんだろうなみたいなことえー、ちょっとですねこのダビデの物語を読みながら思いましたということで最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれではまた次回の動画および音源でお会いしましょうさよなら